塩化スカンジウムは化学式 SCCL3 の無機化合物である。白色の交友点を持つイオン性化合物で潮解性があり、水への溶解度が非常に高い。この種は主に研究用途で用いられている。無水物と六水和物の形で市販されている。塩化スカンジウムは八面体状のスカンジウム中心を持つ B3 モチーフの相乗に結晶化する。 単量体の塩化スカンジウムは 900K の蒸気症の中で独占的な種であり、二量体 SC2CL6 は約8%にしかならない。電子解説スペクトルにより単量体は平面上であり、また二量体は二つの過境を持つ塩素原子と四範囲のスカンジウム原子を持つことが示された。塩化スカンジウムは水に溶解すると SC63 イオンとなる。 実際、塩化スカンジウムのサンプルは空気にさらされると、この6水和物となる。6水和物の構造は、トランスクリプション、SCCL24CL2H2O である。より塩基性の弱いリガンドである、テトラヒドロフランでは、白色結晶の SCCL33 不加物が、生成する。この THF 化用複合体は、有機スカンジウム化合物の合成に用いられる。 塩化スカンジウムはラウリル硫酸塩に変換されるが、これはアルドール反応様のルイスサム解活性剤一体型触媒として研究の対象となっている。フィッシャーらは塩化スカンジウムと他の塩を700摂取800度に熱して電気分解し強症させることにより金属スカンジウムを初めて得た。また塩化スカンジウムは 金属スカンジウムと反応し、SCCL、s c 7 c l 1 0 SC2CL3、SC5CL8 SC 及び s c 7 c l 1 2等、スカンジウムの酸化数が3までの様々な塩化物を与える。例えば、塩化セシウムの存在下で、塩化スカンジウムを金属スカンジウムで還元すると、直鎖状のスキークル3体を含む CSSCCL3 を与える。 エンカスカンジウムは、ハライドランプ、光ファイバー、電子セラミック、レーザー等に含まれる。ありがとうございます。